はいどうも皆さんこんばんは、トットと申します。さあ今日はですね、ゲームではなく一個だけ題名の通りなんですけれども、ババーン iPhone XS 買っちゃいました、イエーイ実際にもう 2,3 日もうすでに使ってるんですけれども、発売が21日だから21日の夜22、23、まあまあまあ3日くらいもうすでに使ってるんですけども、まああの結論から言うと、私 iPhone7 から iPhoneXS に変えたんですが、まあ別に支障は今のところないです。ただ使っててんちょっとなーと思ったのは重いですね。ちょっと重いです。iPhone7がまあすごく軽い、まあこうやってやってみるとそんなに重さって感じないんですけど、実際になんかこう電車でいじってたりとか、朝起きた時時計見るためにこうやってパッて見た時とかにちょっと重いなって感じてしまいますね。で大きさなんですけど、これが iPhoneXS でこっちが iPhone7 なんですが、さほど大きさは変わらないです。で持ってる感じもあんまり変わんないです。多分横幅がほぼ一緒なんで、なんかまああんまり感覚的に変わらないのかなって思いました。ただまあやっぱ縦に長いっていうのはあるので、まあちょっとそこは指とか届かないかなとかって思ったんですけど、そもそも iPhone7 もここの位置届かない届きづらいみたいなのがあって、で私カバーにこうスマホリングをつけてるタイプなので、こうカバーにこう指をかけると届くんですよね。普通に安定感もあって届くので、まああんまりその上が長くて届かないよとかっていうのもあんまり今のところは感じてないです。一番は重いですね。気持ちなんですけど重いです。さらにこれにカバーをつけるのでより重くなるかなって思います。フェイス ID なんですね。こうやってこう画面をオンにして私の方にパッて近づけるとロックが外れるんです。これが、まあ、こうしなきゃいけないのかってところもあるんですが、こう。この辺でも外れる、すごいでしょ。だからパンってやったらすぐ外れるっていうのが、まあでそのままスワイプでシュッってやるともうすぐホーム画面に戻れるので、あこれ便利だなって思いました。ただまあ他のレビューとかを見てるとあそうなんだと思ったんですけど、マスクをしてると読み込まないという、まあ、あれがあるので、まあちょっとそれがちょっと冬場はこう一時ガッてやんなきゃいけないのがめんどくさいなっていうのはありますが、まあまあまあ私はそれより重い方が今のところあるかな、なんか支障が、まあ支障が出るっていうか重いなって感じるぐらいなので、まあ軽いものに慣れてた人からするとちょっと重くて嫌だなって思う人はいると思います。はい、あとはiPhone X になって、まあ、画面の比率というか画面がこう長くなった分、なんかそのゲームとかを撮るときに、まあちょっと余白がどうなるんじゃいって話だったんですけど、試しにパズドラでやってみると、今画面出てると思うんですけど、上の段にあれですね、リーダースキルが表示されます。でなのでゲーム自体の、まあ、パズドラに関してはゲーム比率は変わってないのかなって思います。その分余白の部分に、まあ、いちいちオプションでリーダースキルを確認せずとも上に出てるよみたいな。で、こうするとスキルまでちゃんと見れるっていうのは超便利ですね。私、その iPhone7 の時に、わーっと思ってたのが、なんつうの、アシストスキルなんだっけこれみたいな。どんなスキルだったっけみたいな。どっちがいいんだっけって思う時があったんですけど、スキルを見比べるっていうのが対戦中できないんで、それが iPhone X だと、まあ、こうやるだけで見れるっていうのが、まあ、ここに出てるか見れるっていうのがめちゃめちゃいいなっていう風に思いました。で、まあ、実際に
実際に録画するときは比率があれとかであれば、あのこの上のリーダースキルの部分カットしてやってしまえばいい話なので、まあ、パズドラの例えば動画を撮るときとかに何も支障が出ないかなって思いました。で、下の部分にリーダースキルが出ているわけではないので操作性も変わらないし、まあ、そういう意味では、まあ、パズドラに関しては特に支障はないものなのかなと思います。はい、楽しめそうね。おお、喋ったまだ未だに喋るの慣れてないっていうね。まあこのメイン画面の部分がまあちょっといちいち切り替えるのめんどくさいなって思ってしまうかなとは思いますが、まあそれはちょっとまあ編集頑張れよって話なので、まあまあまあいいのかなって思います。であと縦長になっちゃう分には多分ね、こっから先 iPhone ずっとホーム画面な、あのホームボタンなくなると思うんで慣れていかなきゃいけないんじゃないのかなって思います。はい、このポートレートモードだと、あーちょっとグリーンバックだと全然わかんない。くまちゃん、こうわかりますかねポートレートモードだと後ろがぼやけるはずなんですよ。ぼやけてるかな、ちゃんと内カメでもすごい画質がいいんですよ。はい、まあ、あんまりこのカメラ機能を使って写真撮影って、まあ、あのスノーとかビューティープラスを使う、普段使ってるから、まあ、あんまりないかなってちょっと思っちゃったりもしてるんですがはい、まあそんなわけで、iPhone XS、どうしても XS って言っちゃうんですけど、 iPhone XS と iPhone 7を使ってた身からして iPhone XS に変えてみての感想は以上となります。まあ結論、基本的な機能は何も問題なし、カメラ最高みたいな。でやっぱかっこいいっていうのはある、うん、悪いところちょっと重い、ちょっと録画して実況者からするとちょっと編集大変みたいな感じですかね。まあ、あとは3日しか使ってないんで、まあ、なんとも言えないという部分はあるんですけれども、まあ、でもこれに結局慣れていかないと、もう今後先に iPhone に変更できなくなってしまうかなって思うので、時代についていけるように頑張っていきたいと思いますはい、ということで、私なりの iPhone XS 買ってみたっていう報告動画でしたということで引き続き、ゲーム実況頑張ってまいります。お疲れ様でした。皆さんもぜひぜひ iPhone XS、XS Max、XR いかがでしょうか。回し物じゃありませんバイバーイ。